9、北海道帝国大学予科校舎、現存する大学予科時代の建造物の一つ。大学予科とは、大学令、または、各帝国大学管制に基づいて設置され、1955年まで存在した高等教育機関。教育内容は、現在の大学教養課程に相当する。特定の旧制大学に付属し、専門教育を行う、大学本科。 すなわち学部に進学する前段階としての予備教育を行う機関であった。基本的に旧成高等学校と同じ教育が行われたが、学部の設置状況に合わせて、文科、理科のどちらかのみを置くことも可能だった。管理大学と公立大学の予科は3年生であったが、私立大学予科は政府の認可基準の問題などから2年生を取る場合もあり、 後期になって3年生と2年生の2部を平地する余科も多く登場した。しかし、第二次世界大戦の激化に伴う繰り上げ卒業と、学徒出陣に沿って行われた修行年限の短縮と、終戦後の修行年限の復旧を経て、戦前より2年生だった余科も1年を延長され、最終的に全ての大学余科は3年生に統一された。大学余科は学生改革によって、 新生大学の教養部や学部、あるいは付属の新生高等学校に改組されて廃止された。3年生大学予科の入学資格は、旧生高等学校と同じく旧生中学校4年終了程度であるのに、対し、2年生大学予科は、旧生中学校卒業程度であった。本州、九州所在の帝国大学や旧六以下大学などは、大学予科を持たず、 余暇を持たないこれらの大学へ進学するには原則として旧成高等学校を卒業しなければならなかったが旧制高校からのみでは定員充足が困難であった東北帝国大学のように旧制高校以外の者のにも冒険入学を認める例も見られた旧制高校から私立大学や公立大学への進学も可能であったが学生改革の混乱期を除きあえて それらの大学へ進学することは極めて例外的であった。なぜなら、旧制高校卒業者は死亡する学部学科を選ばなければ帝国大学に無試験で入学できたからである。これらの理由から、旧制高校に進学するか大学余科に進学するかによって、その後の進路選択の幅に大きな差が生じることになった。 第二次高等学校令が1919 19年4月1日に施行されると、高等学校の大学予科は高等科に改称された。旧制高等学校大学予科形状、帝国大学予科校舎帝国大学予科、官立大学予科公立大学予科級、大阪商科大学予科、高等商業部体育館、現存する大学予科時代の建造物の一つ、私立大学予科9、 慶應義塾大学予科校舎、同乗。三年生二年生三年生、二年,年,年生両節級、明治大学予科校舎、現存せず、ありがとうございます。